今日の相場、ユーロ円です。ユーロ円ですけども、昨日の動画でもお伝えした通りですが、節目を超えてきたと判断しています。このトレンドラインが、えー、レンジと上のレジスタンスとなっていてで、下はこのラインがサポートとなっていたと見ていました。でこれを上にこの辺ですね、一旦超えてきて、 で、超えてきて一旦調整に入ってるんですけども、また上がってくれば、買いの局面が出てくると見ています。割と冷やしでそこそこですね、長い期間のレンジとなっていましたので、上に超えてきたとなれば、ある程度上昇が見込めるのではないかなと見ています。ひとまず、えー、目先。 節目と見ているのが131円台ですね。この R6 があるところなんですが、えー、この4月12日の高値あたりですね。ここをまあちょっと超えたあたりにもありますので、とにかく131円台は、えー、注意しておきたいと見ています。でこのもう一点の安値からも HSI を引いてみてみますと、 まあこの辺りですね。でそこを超えてくると133円が一つ壁があるんですけども大きくは135円あたりこの R7 があるラインここを狙ってくるのではないかなと見ています今一旦戻りと見ているんですけども戻りの下落が入っているような場面になってますので下落が終わって上がり出してで節目を超えてきたら買っていきたいと。 見ています次に、ポンド円ですけども、ポンド円も同じくですね、ポンド円はこの高値のラインですね、横のラインがレジスタンスになっていました。でここを一旦超えてきて、で、ポンド円も同じく、えー、調整の局面に入っています。 HSI を引いてみますと、この R7 がある156円台、ここを狙って上昇してくると見ています。なので今の下落調整が終わって上がり出して、節目を超えてきたら156円台目がけて買いかなと見ています。このあたりの安値からもちょっと引いてみてみますが、 60分足で4月30日23時の安値ですね、ここから再度上昇が始まっています。R2 止まって、R3 止まって、R4 止まって、現在は R5 で止まっています。なので、R5 のある高値、ここですね、昨日の高値ですが、超えてくるようだと、この HSI が集まっている156円台、ここを目指して上昇してくると見ていますので、まあ、何しろこのスペースは狙っていきたいなと見ています。 今、ユーロインよりもポンド円の方が HSI 綺麗にはまっていますので、ここを狙って個人的にもトレードしていきたいというところです。以上、今日の相場です。